皆様おはようございます。お元気でしょうか。残暑お見舞い申し上げます。飲み会2日目一人飲み、台風の後だよーみたいな。もうすいません、どんどん名前が長くなってます。今サザエのね、唐辛子つべ食ったんですがね、そろそろこってりしたもん行こうじゃないかってことで、こちらご用意いたしました。ロックピーチーズ。これをですね、この残り物の豚汁もこんだけです。昨日結構食っちゃったんでね、この豚汁の中に入れて、チーズ豚汁行ってみようじゃねえかと思います。そして豚汁の中には、ソーセージ3本ぶち込みました。もう具がないんでなんかね、そしてね、茹でたじゃがいも、これうちのガーリックポテト用でね、常に茹でてあるんですが、はい、これをぶち込みました。あとはこれにチーズをぶち込んでね、なんちゅうのこれ、和風ポトフ風トンちゃんみたいな、トンちゃん元気みたいなね、こんな感じではないでしょうか。はい、トンちゃんの中にですね、ソーセージ、じゃがいも、6ピーティーズですね、6ピーティーズが入りました。で、あとはね、これですよ、ブラックペッピーちょんちょんちょんとね、3振りぐらい。それで、これはちょっとね、ややこう、ぷくんぷくん、温まったら、出来上がりとなります。チーズ入り豚汁、ソーセージ入り豚汁、じゃがいも入り豚汁、あ、普通じゃがいも入ってるのかな、ご家庭ではね、豚汁じゃがいも入ってるかもしれませんが、お店ではね、あんまり入れないかな、後から入れて温めるような感じ、ね、じゃあね、腐っちゃうんですよね、じゃがいもですよね。はい、チーズの方がね、いい感じで温まったんじゃないでしょうか。 6P チーズ、ほら、くにゃんとね、くにゃんと水入れたんですが、くにゃんと、はい、ソーセージも、チーズも、じゃがいいものね、いい感じで温めました。もう鍋横焦げちゃいましたよみたいなね。はい、これでね、ポトフ風トンちゃんですね。ポトフ風トンちゃん、あーちな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 、はい、完成となります。それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。このチーズのとろけっぷり、はい、テーブルの方にですね、何だっけ、トンちゃん風ポトフ、あ、違う違う違う、ポトフ風豚汁運んでまいりました。ごめんね、これね、タレですよ、トマトを適当に切って入れるとうまいんですよ、これ豚汁に。で、なんかこうウインナーとかじゃがいもとか、あとチーズがもうこれね、必須ですね。で、プラストマトとか入れると、これは最後だ、ちょっと忘れちゃう、すいません。いや、まあ、とりあえずいただいてみますか。ソーセージ、チーズをね、ロックピーチーズをね、もうこんな感じでこう全部これ絶対やけどするんだろ、これね、これやっちゃダメよ。いただきます。うん、うまっ。うんね、3杯目、サザエ1個で1杯の割合よ、これね、で、3つ焼いちゃったから、あれよ、3杯よ、もう3杯目よ、だからまあ、3杯で本当は2つね、ってことだね。だってこれ、まだ1杯あるから、で、これとこれよ、みたいな、ね、いただきます。うまい、最高。いや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 、ごめんなさい、なんか一味足りないなと思ったら、これですよ、バターをね、最後にこう入れるのを忘れてました、すいません。まあ要するに豚汁にソーセージとか、ハム、ハムだとね、味薄まっちゃうんだよな、ソーセージとかベーコンのいやいや厚切りのやつ、ベーコンだったら、で、それとあとまあじゃがいも入れて、で、本当はトマトを適当な大きさに切ってガツガツ入れて、で、ブックンブックンやって、チーズですよ、6P チーズ、まあ、とろけるチーズだと鍋にくっついちゃうんで、 6P チーズを最後に上に乗っけて蓋した方がいいと思います。で、仕上がって器に乗っけ、器に入れの最後のバターね。で、途中でブラックペッピーパラパラと、これがなかなか味噌ポトーフみたいなね、感じで、もう最高最高ですよ。もう酒も進む進む進むってですよね。いただきます。いや、まだ明るいよ、まだ4時半ぐらいだよ、今日はやばいよ、どこまで飲むのよ、さす
ですが、連休明けって結構ねやる気ないじゃないですか。まあ私もまあ例に漏れず、まあご多分に漏れず、まあやる気ないんですけど、まあそれは今日次第ですね。まあ、これ今日3時ぐらいから飲んでるじゃないですか。これ夜中の3時ぐらいで行っちゃったら、もう明日も絶対やる気ないですよ。ね、感じではないでしょうか。まあやる気のない時はね、やる気なしでいいんじゃないでしょうか。もうその分やる気のある時にね、やる気のない時の分取り返せばいいじゃんみたいなね。まあそういうメリハリのある、まあ、人生&仕事、学業、勉強、家事家庭、家事掃除、何わかりません、もう酔っ払ってまーす。まあ何しろやる時やって、やんねえ時やんねえでもいいんじゃねえみたいなね。もうやる時ばっかりだったらもう疲れちゃうんだからね。ということで、なんだなんか来たぞ。土砂災害警報発令しました。どこよこれ、小田原市だよ。もう台風すげえな、本当に自然の力には勝てねえよ。はい、高清水から空地、もう何代目か忘れちゃいましたね。はい、飲めるとき飲んで、すいませんロールマン飛ばせ、飲めるとこまで飲んでね、眠ったくなったら寝ちゃえばいいし、枯れてくなったら帰ればいいしね、その流れでいきましょう。はい、それではね、いただきまーす、乾杯。ちょっと皆さん大変ですね、今日仕事ではないでしょうか。うちは月1回の連休となってるんで、日月とね、もう台風すごいんでね、ちょっと今どこにいるんだろう、千葉とか東京とか、どっちなんだろうな、あっちの、なんていうの、東北の方っていうの、あっちの方に向かっていると思うんですが、本当にね、くれぐれも注意してくださいね。まあ、この動画が上がる頃にはもう、言っちゃっとお前、何日前のこと言ってんだっていうね、話になっちゃうかもしれませんが、まあ、その、ね、あれば憂いなし、ね、次の台風が来る時まで準備しちゃおうか、みたいなね、感じはないでしょうか。いただきます。うん、どうもさい、やべえな、ちょっと飲みすぎたよな今日な、やばし、まかないや残暑お見舞い申し上げます。2日目第何品だか忘れてしまいました。とんちゃんポドフ、そろそろおります。もう今週も何杯ってか分かりません。もうだいたいさ、あれだよね、この辺まであったのがそこだから、今わかる、これやばいから、こんなもんだからやばいよ。もうじゃあ失礼します。うまいよ。カナイヤ残暑見舞い申し上げます。スタート、もういつもうわかんないから、今週も飲みすぎちゃってるからね。今これ食ったから、このとんちゃんポトフね。で、無性に今食べたいものがあるんですよ、食べたいものが、あれですよ、オムリース。別にオムを借りてるわけじゃないです、オムライス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 食べたいんだけど、作るのはめんどくせえだろうね。ということで気が向いたら作るか。無性に食いてえな、ケチャップも食いてえなみたいなね。これ食っちゃったからね、このポトフ系食っちゃうとどうしてもこうケチャップ系食いたくなっちゃうぞみたいなね。何だね、ちょっともうちょっと飲んで考えます。今何時なのかな、何時待って、今ね6時半ぐらい、もう3時間半ぐらい飲んじゃって、もうやばいから、もう帰りたいから、そろそろオムライス無性に食いたいなみたいなね、感じです。